おはようございます。釣り子 TV です。いやー、来ましたよ、琵琶湖。すごい。ですね、とりあえず目印として彦根湖来てみましたよ。すごいね、なぎでいい感じ。あー、ちょっとね、いろいろとね、探っていきたいと思います。夏の琵琶湖ね、釣り子 TV ではね、初体験ですよ。いやー、蒸し暑いけどなんかムンムンいい感じの気配を感じております。それではやってみます。有名な堤防ですよね。で、友達にこれは絶対持ってけって言って、この一世の沈み虫ってのね、買ってきてみました。これすげえ琵琶湖で釣れてるよなんて教えてもらってね、沈み虫で、スピニングタックルでノンシンカーで沈めてみようかなね。シンカーとかつけた方がいいのかな、全くちょっと、ああ、わかんないけど、これでやってみます。いやー、ちっちゃくていいから、お、一匹釣ってみたい。なんかパシャッとやってるな。テトラかな。お、食った。切るかな。ツンツンってする。お、ツンツンって切るかな。ここら辺に脳神経今入れたら、たまにトゥントゥンって持ってくけど、食い切らちっちゃいのかな。入れ直してみますか。トゥントゥンバイトがあった。このサイズ食い切らないの。コバス斜め気味に入れて、あー、いいな、こういう港の釣り超久しぶり。トゥントゥンっていうバイトとの戦い。いやー、もっと繊細な竿を持ってくればよかったな。何がいるんでしょうか。確実にトゥントゥンするね。
濃厚。すげえ当たるな。コパスのスクールかな。正体を知りたい。マス針。ちょっとその沖でトゥントゥンする魚の正体が知りたいんで、ちょっとマス針でライトリグね、せっかく琵琶湖来たんだから1匹ぐらい釣って帰りたいじゃないですか。何が当たってるんだ。今日はね、ちょっと時間が短いから、とにかく琵琶湖のブラックバスを触るっていうのがね、山ミミズ。何がいるんだ。そこですごいトゥン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 当たるやつの正体を探りたいと思います。なんだろうね、何がトゥントゥンしてんだ。そう、ここら辺に入れると当たりが出る。どうも薄いな。なんかすっげえちっちゃい当たりが。はい、ちょっとね、しばらく初めてのところでやってみたけど、どうにもね、当たるけど釣れないっていう状況なんで、まあちょっと今ディーパー使ってね、水深とあと水温ね、ここら辺をちょっと見ときたいと思います。
ね、水につけて、ね、Wi-Fi、彦猫はどんな感じでしょうか。はい、Wi-Fi が来たんで、まあ今日ちょっとライトリグしか持ってきてないんで、ライトリグが届くぐらいの、あんな水質なだらかに、3メーターぐらい、2メーターから3メーターぐらいに落ちていく地形なんだね。フラットと言ってもいいんじゃないでしょうか。はあ、3メートルでどっから2メートルになるんだろうな。こう来て、あ、なんか水草の上に魚が映っておりますが、あ、結構もうずっと3メートルフラットで、あ、そこでやっと駆け上がる。はい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 。だからなんだろう、そこのラインのちょい置きに斜めに入れて、この駆け上がってくるところをこう切ってけば効率よく、このなんていうの、ブレイクラインを打てるんじゃないかな。はいはいはい。水温は 29.6 度、了解です。なんだ、あ、バスだバスだバスバスだ、琵琶湖バス、やったちっちゃいけどこれは嬉しい。よいしょ、はーい、琵琶湖バースさまずめきた。いやー、ツン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 してたやつにね、ヤマミミズのダウンショットのミドスト風ですね、ウィードの上を泳がしていたら、ピュアコバースやったちっちゃいけど超嬉しい。ありがとね。ヤマミミズに騙されちゃったね。イエーイ。はーい、釣れたのはね、ヤマミミズのこんなカラー。これね、確かキャスティングのオリジナルカラーだったと思うんですけど、房総のダムなんかにね、めっぽう効くんですけど、ピュアコのね、ちびバス君にもいい感じでしたライトリグ楽しい。琵琶湖のね、彦猫、朝のね、ほんと短時間勝負だったけど、なんとか琵琶湖バス釣れました。じゃあね、
上がりたいと思います。 Thank you。 釣り子 TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません。ディーパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェーブサイトをご覧ください。